何やってんの？いやあのさ、ヨッチの似顔を描いてんだけどさ、うん、なんか違うんだよね。いやでもわかるわかる、うん、なんか違うんだよな、ちょっとオカマっぽいというか、かあのヨチコが、うん、あのズラ取ったみたいな感じになってるね。そう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 、こういう時ってポイントがあるから、うん、もうそうなんだ、似顔絵があっという間に上手に描けるコツがあるから、そうなの、教えてあげるよ。本当に？一つ目のポイントはデフォルメするです。で、デフォルメするってどういうことかっていうと、まあ、人間の顔っていろいろあるんですけれど、だいたいね、こういう輪郭に分類できます。丸顔だけど顔が縦長とか、四角い顔のこういう四角い顔か、面長の四角い顔か、ぷくぷく大きめの二重顎の人とか、とにかくデフォルメして簡単に描いていきます。二つ目にアバターとして捉える。まあよくね、SNS とかゲームとかでアバター作りってしますよね。まあ福笑い的な感じなんですけど、まあその描きたい似顔絵の人がどういう顔かって捉えるときに、だいたい目はこの4パターンの中から、釣り目なのか垂れ目なのかで、黒目が大きいのか黒目が小さいのか、下まつげが長いのかで、化粧が濃くてでも結構重たい目なのか、なんていう風に分類できます。で、目を選んだら次に鼻、団子っ鼻だったり、ちっちゃいお鼻だったり、こっちみたいなね、結構大きい鼻なのか、口もだいたいこういうパターンから選べば描けます。なので、描きたい人の特徴をオーバーに見たときに、どれに一番似てるかっていうのを考えながら描いていきましょう。その人のイメージを誇張させてオーバーに描くのがとにかくポイントです。3つ目はその人の特徴といえるアイテムをつけるです。ほくろだったり、まあ、口ひげ、あごひげ、メガネ、サングラス、まあこういうね、青ひげだったりとか、私だったらね、こういうメガネですよね。で、あとは、まあ、ほくろなんかもあります。そして4つ目のポイントは一番大事な髪型です。だいたいね、ここまでの時点で似てる人はいいんですけど、特徴のない顔の人を描くときは髪型が一番大事です。まあ、ショート、ロング、またはね、金髪なのか茶髪なのか黒髪なのか、まあ、いろんな髪型があるとします。ヨッチの場合だと現状でも似てるんですけれど、髪型が例えばこういうね、リーゼントだったりロン毛だったりしたら一気に別人になっちゃいますよね。ここがこの髪型になるだけで、これはヨッチだろうっていう感じになってきますね。で、もっとしっかり描くとこんな感じになります。5個目のポイントはこちら、その人らしさ、ポーズや好きなもの、よく着ている服、イメージカラーを描いてあげようです。これだけじゃ分かりづらい時なんかは、本当はね、ここにいつものポーズを描いてあげたり、こういう風にスライムっぽい模様を描いたり、これを描くだけで一気にこのヨッチっぽい人がヨッチらしくなってくると思います。これまでのね、この5個のポイントを押さえて、とにかく位置もオーバーに、大きさもオーバーに、形もオーバーに寄り描けばうまく描けると思います。はい、ということで今の5つのポイントを押さえて描いた余地がこちらです。デフォルメの仕方もいろいろあると思うんですけれど、誇張表現、オーバーに描けば描くほどその人らしい似顔絵になると思いますので、早速ね、この描き方でりっちゃんに余地を描いてもらいたいと思います。はい、ということで今までやってきたポイントをりっちゃんに押さえた似顔絵を描いてもらおうかなと思います、うんうん、はい、わかりました。まあね、要はアバターを作るイメージ、うん、うん、ね、その感じだね。そうそう、で、オーバーにオーバーに描くっていうのがポイントです、うん、あー、なるほど、OKOK、 じゃあやってみましょう、はい、じゃあ今回はヨッチの似顔絵を描いてもらいたいと思います。はい、わかりました。そうだね、うん、そう、だいたいね、これを見て、うん、ちゃんかりっちゃんかなと思う人はいないでしょう、うん、はい、でね、よっちゃんね、口がすごいちっちゃいの、もう、そう、そうそうそう、口とね、鼻は一緒ぐらいの、そう、ちっちゃく描いて、ちっちゃく描いて、口と鼻と一緒なので、うまい、いいね、もう完璧でしょ、よっちだ、もうよっち以外の何物でもないよね、うん、え、すごい上手、すごい、これで、簡単だね、誰でも似顔絵が描けるってことが
証明されたね。うん、あのね、私ね結構似顔絵描くときなんか目とかどうしようって思ってたけど、うん、意外となんかこんな感じでいいんだね。そうそうそう、メガネかけてる人とかだったら、うん、特にもう適当で大丈夫。へえ、一重か二重か、うん、吸ってるか化粧してるかみたいな、うん、それぐらいで大丈夫。あ、そうなんだね。で、まあ大体ね、似顔絵ってプレゼントすることが多いと思うんだけど、うんうんうん、まあ、ちょっと可愛く描いてあげれば大体の人は喜んでくれるから、うん、確かにね、うん、ちょっと難しいなとか、うん、可愛く描けるかなって思ったら2割増しに描けば大丈夫。ああ、なるほどね、うん、はい、ということで皆さんこちらのね似顔絵の描き方ためになったなとか、私も描いてみようって思ったらぜひね高評価コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Instagram をチェックしてみてね。また翻訳のご協力もよろしくお願いします。よろしく。